マリンジャンボ。マリンジャンボは、全日本空輸のスペシャルマーキング機の講師とも言える。存在で、クジラと海の生き物の仲間を、機体いっぱいにユーモラスに描き、マスコミでも、盛んに取り上げられた。1993年から約1年半の間、国内選定機便の運用に組み込み、日本全国の空港を交互に訪問する形態を、取った。マリンジャンボは、 全日本空輸の登録商標、日本第428万4977号である。ANA が創設以来の乗客数累計5億人突破を記念し、1992年12月から2ヶ月に、渡り、一般からスペシャルマーキングを募集したところ、最優秀作として、千葉県在住の小学校6年生の女子児童だった、大垣希。 デグミの、機体いっぱいに、クジラの姿をユーモラスに描き、その高いの生き物をあしらった形の作品が選ばれた。新規に受領した、機体ボーイング747から 400D、400登録記号 JA8963 機に、そのペイントがほど濃さ、海の生き物をあしらったことから、ANA は、マリンジャンボと名付け、1993年9月12日の、 羽田札幌間のフライトを皮切りに、1年半の期間限定ながら、フライトを開始した。また、昨今のスペシャルマーキング機の大半は印刷された、特殊フィルムの貼り付けであるが、当機は、全面塗装で仕上げられている。新造機であり、生まれつきマリンジャンボであったが、ボーイングの機体価格に関わる条項に、塗装の手間による区分がなく、他のボーイング747から 400D と、 同価格での納入だったという。羽田、時に、痛みを拠点に、定期運行に組み込まれる形で、日本各地の空港を、訪問、ほぼ一空港一ヶ月で訪問先を、交代、というサイクルが組まれ、時刻表上でも、どのフライトに同期が割り当てられる一目でわかる工夫も、取られていた。この工夫とは、マリンジャンボは、青クジラのマークで、口実する、マリンジャンボジュニア、は、 赤クジラのマークで表示されていた。ただし、時刻表に記載されていても運行する日程は限定されていて、運行されない日は通常塗装の該当形式で運行されていた。当時の ANA 関係者は、不備が出て運行日でありながら急遽、通常を塗装機材に変更とならないように、スケジュール通りの運行させることに神経を使った。また、 多数発売された関連グッズの売れ行きも好調。このスペシャルマーキング機が訪れる空港は見物人が大して押しかける、とうとう社会的にも大きな影響を及ぼし、航空不況と言われていた時代に、ANA にとって国内線の乗客像にも貢献するヒット作となった。しかし、ボーイング747から 400D では、 離着陸できる空港が限定されており、小規模な地方空港からも、同種のスペシャルマーキング機の訪問を望む声が出てきたため、ボーイング767から300、登録機号 JA8579 に、同種のペイントを施し、マリンジャンボージュニア、としてこちらは、ローカル空港への訪問を主目的とした運航が、組まれることとなった。定期便では、 同年12月13日に羽田と山線に初就航。2機揃ったクジラの親子は好評のうちにスケジュールを消化していった。当初はマリンジャンボ、マリンジャンボジュニアとも新規導入から1年5ヶ月後の1995年1月末をもって整備期に合わせて一般塗装に戻される予定だったが、阪神・淡路大震災発生による山陽新幹線、 山陽本線普通の影響もあって、ANA が全車を上げて、機材のフル稼働を余儀なくされ、その手話寄せで、一般塗装への変更も延期され、結局は、同年5月末までその融資を披露することとなった。ただし当初の運行予定が完了し、また、震災直後の施錠に配慮という事情もあったからか、時刻表情の中期は2月からは消滅している。 1995年5月末をもって、全運航を終了し、JA8963JA8579 とも、整備時に一般塗装へ変更され外見上は、普通の ANA 機に戻った。その後も、機内入り口にそれぞれ、マリンジャンボ、マリンジャンボジュニア、としての功績を記念するプレートが取り付けられ、華やかにフライトした時期をささやかながら、 後世に伝える形となってた。なお、マリンジャンボジュニアだった JA8579 は2006年2月の神戸空港開港時に開港記念のロゴマークを入れられ、同空港 a n a 就航発便に起用された。2008年10月30日、a n a は佐賀インターナショナルバルーンフェスタへ参加する際の熱気球のデザインを大垣が手掛け、気球のデザインの一部として、 マリンジャンボが描かれると発表。間接的ながら元のデザイン者の手で復活を果たすことになった。また同年、ANA 協力の映画、ハッピーフライトの公開を記念して、監督と出演者の直筆サインの入ったプレートが上映期間中飾られた。これは前日のマリンジャンボであったことを示す、記念プレートの設置場所に取り付けられた。同時に、 L1 ドアと L2 ドアそして R1 ドアと R2 ドアの間の胴体表面にもハッピーフライトの広告ステッカーが取り付けられた。なお、このプレートとステッカーは同様に国際専用機にも取り付けられ、こちらはボーイング747から400登録記号 JA8097 に飾られた。2011年8月3日。 マリンジャンボとして活躍した JA8963 が ANA の B747 から 400D としては登録抹消となった。ANA の2011年度の機材計画には入っていなかったが前倒しする形での退役となった。退役後の機体はスクラップパーツ取りとなっている。海をイメージした機内にすべく座席の色やカバーもマリンブルーで統一された。 また、ドリンクサービスに供されるカップも対象期限定のクジラのイラスト入りであり、登場期限に機体写真入り絵はがきを配布したり、といったサービスも展開した。客室乗務員も、機内サービスの際、マリンジャンボのデザインをあしらった特製のエプロンを着用したり、といった徹底ぶりであった。ANA 自体もこの時のスペシャルマーキングの試みが、その後のスヌーピー号や、 ポケモンジェットに影響している。この時期に合わせ、日本航空もディズニーのキャラクターを機体にあしらった JAL ドリームエクスプレスという特別塗装機を就航させていた。この際、ボーイング747は赤ミッキーマウス、ボーイング767は青ミッキーマウスで時刻表に掲載された。 日本ではあまり話題には上らなかったが、アメリカのサウスウェスト航空では、マリンジャンボ就航以前の1988年から、シャチのペイントを施した、ボーイング737機、シャムを運航していた。こちらは、カリフォルニア州サンディエゴとアメリカ国内数カ所に存在する水族館、シーワールドの PR 用としてのものだが、一見類維持した印象がある。 2013年には、サウスウェスト航空とシーワールドの提携25周年を記念して、ペンギンのペイントを施した、ボーイング737を運行した。両者ともにサウスウェスト航空とシーワールドの提携解消に伴い、2014年を最後に運行は終了し、前期が通常塗装に戻された。2013年には、同様に、日本トランスオーシャン航空が、 ジンベイザメのペントを施したボーイング737ジンベイジェットを運航している。なおこちらも沖縄チュラ海水族館の PR 用である。その後、ANA の子会社であるエアー日本もボーイング737の機体をイルカに見立てた特別塗装機アイランドドルフィーを運航した。1993年12月に 沖縄県の航空自衛隊の破棄地で開催された航空祭で同基地所属の第302飛行隊の回マイナス 4EJ 戦闘機にエイマンタを見立てたマリンファントムなる特別塗装機が披露された。この時期、鉄道車両でも同期の影響とみられる特別塗装の車両が登場している。2012年9月、ANA は創業60周年を記念し、 マリンジャンボジュニアと同じボーイング767から3 0に、一般公募によるデザインの特別塗装機を運行させることを発表し、2013年2月23日より、ユメジェット u m ーとして運行を開始した。その後2016年10月、2019年春から、ホノルル路線に使用予定のエアバス A380 型機の塗装を一般公募すると発表し、 閃光の結果、ウミガメをモチーフにしたデザインが採用され、フライングホヌという愛称が付けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。